皆様こんにちは、岡田でございます。今日は季節花選びシリーズの中から2月の花を選んでみました。白い花びらが清楚な雰囲気でとっても可愛いこのマーガレットですね。まず花芯の作り方から説明してまいりましょう。で、花芯なんですけれども、普通のペップといいますかね、それを束ねて入れてもいいんですけれども、こういったものを作ってみましょう。こういうスボールっていうのがありますが、前は13ミリっていう規格があったんですけれども、今はこれ12ミリ1ミリとかね、そういう風になっております。で、この12ミリっていうサイズを選びます。これぐらいですね。こういうカッターでですね、手を切らないようにしてください。で、ここにちょっと筋がついておりますから、そこを半分に切ります。で、1個で2つ作れるということですね。それで28番のワイヤーです。28番のワイヤーをね、だいたい10センチぐらいにカットしまして、今半分にカットしました。中央に突き刺してください。もしもワイヤーで刺さらない場合は、小さじピンとかね、そういう針で突き刺して中央に通してください。そして U の字にワイヤーを曲げて、フックと言いますけれどね、こういう風にフックさせてください。かぶせリップっていうリップをするのですから、その時にね、この28番でも30番でもいいんですけれども、ワイヤーをこの面にしっかり乗せようと思うと28使っていただいたらいいかなと思いますね。だいたい4センチぐらいね、のゲージで、4センチゲージ、まあ3センチでもできないことはないんですけれども、4センチでしましょう。それでこういった顆粒ペップって言いましてね、こう顆粒状になってるんですけれども、白と黄色があります。黄色の顆粒状のこういうペップ、そういうものを選んでいただきまして、まずこのね、淡いグリーンですね。グリーンも原液のリーフグリーンとかライトグリーンとか使うんでなくて、ライトグリーンに少しこう白を入れましたら、こういった不透明な液ができます。で、これをこう4センチゲージでね、ディップしまして、これをかぶせディップします。こういうふうにプロンとね、2回ぐらいかぶしていただきましょうか。そしたらこの中に、こちらの部分は花びらがつきますのでね、裏はつけないで表だけにこういったペップをつけていただきます。で、このままだとね、ポロ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 落ちますから、もう一度かぶせます。そうするともうこれがコーティングされてますから絶対に落ちませんね。もう一個しましょう。まず2回ぐらいね、2回ぐらいこうかぶしてください。とっても薄いですよ、こんなに薄いです。それを丸くなった部分ですだけをこうつけます。この後ろにはつけないでくださいね。そしたらここで余分なのをはたきまして、もう一度かぶせます。そうすると絶対にこの粉が落ちません。こういったものを花芯に使います。こういったね、ワイン色っていうか紫でもいいんですけれどもね、バイオレット、パールバイオレットでもいいでしょうか。で、それでここのね、縁
こにね、あの境目のとこがありますから、そこに竹串でね、あのぐるりっと一周つけてもらいます。そうするとね、あの花びらがついた時にくっきりします。何もしないよりも、あのここにこの色が出てくるんですよね。もう一つしてみます。この縁に描くんですよ。ちょうどあのカットしたとこですけどね。そうするとね、花びらがね、とっても綺麗に見えます。はい、これで2つできました。パールバイオレットでいいかと思いますよ。花びらはですね、30センチ、ごめんなさい、30番です30番のワイヤーを取っていただきまして、この2センチゲージっていう黄色がありますね、これを4回巻いてください。4回ですね。だから多分こんなに長くいらないと思いますから、ここで切っといてくださいね。4回巻き、もう何回巻きっていうのはもう皆さんご承知ですね。でここで1回だけ通しました。一度通し巻きでいいです。ここしっかり、そしたらこういうふうに4辺が一度に巻けます。そしたら形ですけれども、まずね、どんな場合もここの巻いたここのところをね、しっかりと押さえるんですね。押さえないと輪っかがずる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 固定しませんのでね、ここでこう前しっかり押さえてください。そしたらこれはね、あんまりこうフリルとかウェーブとかなくてこのままでいいですから、こういうね、少しこう長細く手で形をつけていただいたら、ここで少しね、ここがひっつくと花びら同士がひっついちゃいますから、少しずつこう外してください。もう一回しましょう。ここをこれでは広いですからね、少しこうすぼめます。そしてまずね、アコーディオンプリーツのようにね、こう素直にここからワイヤーにここがくぐり込んでないように、ここをしっかりさばいてください。美しく作るコツです。ここがこっちに回ったりこっちに回ったりしてると、ここがとっても見にくいですから、綺麗に並べてください。はい、これぐらいね。そして少しこう間を空けとくと、液をつけた時にくっつきませんのでね。これが4枚いります。時々生徒さんが白の中にクリアを入れても全然ダメっていうから、もちろんですね、クリアの中に白を入れていかないといけません。それでクリアの中に、まあこれ一缶ぐらいでしたら、こういうナイフがありますけど、白をナイフの先につけて入れて混ぜてね、もう少し入れていくと今度クリーミーホワイトみたいになりますね。ちょっとこうクリーミーな感じですね、白の濃い。それからつけつけにする場合はオーガンディーホワイトと言いますが、マーガレットですからね、少し白がきつい方がいいかも分かりませんから、一応クリーミーホワイトみたいな感じの白い液を作ってください。こういうこと。クリアに白を入れただけではもう真っ白なんですね。それで私は少しグリーンと黄色を入れて、こういう落ち着いた色を作っております。これでも液をつければ白
になります。つけてみますね。これぐらいですね。わかりますか？これが4枚いりますのでね。落ち着いてね、上げてください。これ、ディップするときに、いきなり上げると、ここの上で、ダラ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 と、ここへ、垂れてきますので、こういう場合はここでゆっくりしっかりと余分な液をこの中に落として、必要な分だけここへつけていただきます。そうするとここへね、ダラダラと垂れてきません。それでこういうふうに少しくぼました方が好きだわっておっしゃる方は、ワイヤーをですね、ここは必ず潰します。そしたら桜なんか作るときね、よくここにペンチを入れてこういうくぼみを作りますけど、一回巻きでこういうふうにすると桜の花びらになりますね。で、これは少しこうつぼめてあげて、これも同じようにここで開いてもらいますね。そうするとここにくぼみのある花びらができます。そうするとこんな感じのマーガレットになります。それからね、もう一つしてみましょうか。もう一つはここを尖らした分になります。先端を、それもこれは一番簡単なことですよね。こうここは必ず押さえてください。そしてここはもうペンチで押さえるときつすぎますから、手で押さえていただいたらいいですね。それでここをやっぱりこう必ずきれいに開くことですね、ここを。はい、そしたらこういったね、こうとんぎった花びらができます。菊なんかね、こちらの方がいいかなと思いますよ。だから3つそれぞれ違うのが形があります。でもマーガレットはね、私はこれがいいかなと思います。葉っぱは一応30番ですね。30番のワイヤーを取っていただきまして、18番と言いましてね、硬い芯に入れたりするワイヤーがあります。この裸ワイヤーでいいですから、これを持っていただきましてね、でここをまあ5センチぐらい開けていただいて、でだいたい30回ぐらいですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,30 回巻いたらこれぐらいになります。きっちり巻いてください。そしたら一度外します。そしたらこういう小入り状ができますが、これをかなりこう伸ばしてくださいね、倍ぐらいに。そして今こう巻いたので、今度は逆に軽く逆巻きしますね。はい、こんな感じです。そしたらこういった私たちは乱れ巻きと言ってますけれども、こんなものができます。そしたらだいたいこれぐらい取っていただきまして、まあ先にねここをねじっておかれてもいいんですけれども、それでペンチでこれで、ね、何枚かね重ねてなさると効率がいいんじゃないかなと思います。1枚ずつよりもね、 2,3 枚同じものを作っとかれて、それで重ねてここをペンチで押さえて、ちょっと角をね出してあげるんですね。それで菊の葉っぱなんかでしたら
割とこう丸っこいのでいいんですけれども、マーガレットの場合はこうちょっと長いのがいいのですね。だから、まあ、これ余分なのここで切りましょう。そして真ん中にねブリーチって言います、端を渡してあげます。でここに1回2回ぐらい巻いて、で真ん中にこういう風にね、だからこれの幅は菊でしたらこういう風に使えばいいですよね。だけどマーガレットは少し縦に伸ばしてください。そしてここで向こうからこちらの輪っかの中に通して、ここでしっかり巻き留めます。でここはもうピチッと切ってください。はい、これね最初30回巻きましたね。30回巻いて伸ばして作ってこれぐらいな大きさです。それでもっとちっちゃいのを作ろうかなと思うと25回にしたりとか、もっと大きいのにしたいと思ったら40回とか加減なさるといいと思いますね。でここをだいたい5センチぐらい残して、今で10回です。今で20回ですね。20回だったらとってもちっちゃくなります。最低30回ですね。40回したらもっと大きいのができますけれども、まあこれぐらいで30回、先のと同じですね。でここで倍にこう広げます。で今こう巻いたので、また向こうへ巻くとこの波が元へ戻っちゃうので、今度は逆ですね。こうじゃなくてこっち、こっちからですね。今は向こうへ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 巻きました。で伸ばしました。次はこっちから向こうへ、今度は軽く、だいたい7回か8回逆巻きができますね。はい、こういうものを乱れ巻きと言いまして、こういうのを作っとかれるといいかと思います。それでここね、これですね。はい、それでブリッジを通します。ブリッジは30番でいきましょう。はい、2回ぐらいね巻いていただいて、真ん中へ通します。それでペンチでここを押さえて、これがねできないわっていう人がいて、ここで何回もくるくる巻くんですが、ここはもうこっち側はね何回巻いてもテーピングで隠れちゃいますが、ここは美しく作りたいですから、1回だけくるっと輪の中に通して向こうへ押していただくと、ここで綺麗に1回巻きができますね。でこれをね残す人があるんですけれども、アレンジした時に花びら突き刺しますから、私はここで一応切ります。はい、こういった葉っぱができます。液つけてみましょうか。グリーンの液はですね、リーフグリーン原液でも綺麗だと思います。いいですか、つけますよ。はい、これも余分な液をここに落としたから、ここにずるずるとあまり垂れてきませんね。こういったちっちゃなものも巻き方でできます。でこうですね、ゆっくり、あんまりゆっくりすると今度破れちゃいますけれども、そうするともう一度
ディップ液に浸していただいたらいいですけれども、あのここは上を行ってますからもつれ合うことがありますけれども、気長に、はいですね。だからこう液をつけた時にもういきなりこう上げるともうここでダラダラこれ落ちてきますよ。だからここで しっかりね液を落として、そうするとここがきれいにつきます。はい、一応マーガレットはこういう感じですね。ガクはマーガレットの場合はここの裏のこれがとても小さいので35番お持ちでない人はもう33番で結構です。ここの溝がありますからここを持って1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回、皆さんあの捨て元押し巻きっていうのを覚えましたよね。あのちょうどこのステムって言いますね、このあの芯のことをステムと言いますが、これが束なったのが通る穴をここで開けていただくんですね。10回巻いたら巻き終わった方を溝に向こうに向けて通します。普通でしたらこれでくくっちゃうんですけれども、ここでそのステムを通す穴をここで開けます。それでボタンとか芍薬とか花びらがいっぱい集まってくるものはここがとっても太くなりますのでね、あのかなり大きく開けていただくとか調節ができますね。マーガレットの場合はそんなにあの太くなりませんから、だいたい5ミリ程度ですかね。5ミリでも太いかもわからないですが、一応穴を開けてここでこちらの端と結びつけます。そしたらこの穴を確認してこう、ね、向こうに寝たままだとねちょっとわからないので、こう上へ盛り上げます。そうするとここを外してください。いいですか。はい、そしたらまずここのリングの中にペンチを通してここをしっかり押さえます。でないとあの輪っかがずれますのでね。そうしたらまずこう持っていただいて裏向けますね。そうしたらここに一番最初の斜めのワイヤーが通ってるのがわかるかと思います。でそのワイヤーを捉えて一番ここの巻いたこっちへ持っていきます。そしたら次はもう順番にね、この輪っかの中に全部輪っかが通ってますのでくるりっとこういうことですね。そしたらここをまあペンチで押さえなくてもね、やばいですから手で押さえてもらったらいいかなと思います。順番に10枚こう押さえてくださいね。だからこれの大きいのを作れば今のマーガレットは 1回ぐらいでできるかもわからないですね。そういうあのステム通し巻きを使えば。でもあの花びらをたくさん一回につけるとこう花びらがくっつきますからね。やっぱりガクとかね、こういうこれぐらいなものでしたらステム通し巻きでやれるかなと思います。ここの幅をこう間隔をねよく見ていただいて、これですね、この輪っかのリングの中に全部がこうくぐっ通ってますね。で1回につけます。幅
葉っぱの色と同じでいいですね。全部つきました。で、真ん中はわざわざ穴開けなくてもね、ステムを通すときに勝手に開きますから、こういう感じで作っておきます。組むんですけれども、皆さんはもうコーティング知ってると思いますけれども、ディップから出ておりますダブルコートという透明になる分と不透明になるね、ステムカバーというのがありますけれども、これの場合は白いですからね、あんまり不透明にしなくても透明のダブルコートを塗っていただいて透明にしていただいた方がいいかなと思います。一応こういうふうにね、裏から必ずね、コーティング、何らかのコーティングをしてください。こうです。4枚とも全部つけますけれども、これの場合も裏からですね。まだちょっと乾きが足らないと思いますが、完全に乾いてからコーティングをしてください。では、今私がしてるのは、ステムカバーっていう、不透明になる方を裏からだけ塗っております。こうすると色がきれいに出てきますね。わかりますか？こちらは透明のままで、こちらは少しこれ塗っておりますからね、すりガラスのようになります。どちらでもお好みでお使いください。そうしましたら次組むんですけれども、最近このね、半幅のテープっていうのがあまり見なくなりましたけれども、一幅の場合は半幅に切ってお使いください。半幅ですね。で、先ほど作りました、こういう花芯がありますね。これの根元に一回巻いて、それから液つける時に少し花びらがこう開いてますから、少しこうね、花びらを寄せてくださいね。で、ちょうどここの周りに集まってくるようにね、一回回しますから、これ落ちませんね。この花びらの加減によって、細かったらこの4回巻きを5個くっつけてもいいですから、それはご自分の好みで、少しこう重なっていった方が好きだわっていう人は重ねていってもらってもいいです。私は大体2センチの4回巻きを4個で綺麗に一回りできたと思います。それでここを綺麗に巻きますね。そしてこの辺りまで巻きましたら、ここでこう形を見ながら、ここに先ほどラインを入れましたね。これがとってもここで効いてきますね。それで先ほどステム通し巻きで作りましたこの額をここに通します。この先ほどのね、真ん中の穴に通していただきます。で、この時このワイヤーがね、いらないと思いますから、これは
カットで、カットしてね、取ってください。そうすると、ここにたまらなくて、これで止まりますのでね、額ですけれども、こうなります。はい。そしたら、ここへ、ステムを足すんですけれども、こういうね、なよやかなお花はいきなり18番をボンと強く足すよりも20番ぐらいの場合、20番か22番ですね、22番でもいけますね。これ22番ですけれども足します。でここへちょっと一巻きしまして、ここからね、はい、こういうふうに巻きました。それで縦巻きっていうこういうふうにしっかり縦に巻いてここをこする場合もありますけれども、これの場合は縦にしっかり細く巻いてるので、竹串などでねちょっとこうこすっていただいて、テープを滑らかにしていただきます。それから葉っぱをつけていきますね。葉っぱは小さい方が上です。1輪に3枚ぐらいでいいかなと思いますね。それで次ちょっと大きい方をつけてもらいます。5星ですね。耐性、耐性でなく、カーネーションなんかの場合は耐性につきますけれども、こういうふうにずらしてねつけてください。はい、ね、こんなかわいいマーガレットができました。とても簡単です。でも春のアレンジにはとても欠かせない花ですので、お暇な時に作ってみてください。ありがとうございました。